寒い。寒い。おい。おい。はい。うるせえな、お前。ちょっと止めろ。何ですか？何ですかって言うと。お前、上からもの喋んだ、この。あ。降りろ。はい。はい。はいじゃねえんだよ、お前。どこ、誰に許可でやってんだ、ここで。いや、これ役所に申請してやってますけど。役所に申請してるのにお前守る対策が来ねえのか、おめえ。いや、近隣住民の方には壊す前に言ってますね。言ってる。はい。はあ、言ったもんだな、おめえ。お前さ、来てねえだろ、はい、誰も。あの、失礼ですけど、どちらのお宅の。お宅？俺らそこの事務所さ住んでたんだよ。事務所？ああ、あの、そっち系の事務所ですか？俺らよ、まあ言えねえけどよ、はい、ヤクザなんだ。まあちょっと見るからに、はい。うん、分かるだろ？はい。お前事務所さ挨拶来たのか、お前。いやちょっと、この辺ではないですよね。この辺だ、そこさいたんだよ。聞こえます音？聞こえるよ。バカ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 ってうるせえだこの野郎。あ、じゃあちょっと改めてご挨拶に行きますんで、うん、事務所どちらになりますか？そこさよ。はい。まあ200メートルぐらい行くと、はい、ファミリーマートからよ。ファミリーマート。うん。そこが事務所だもん。あのヤクザの方の事務所ですか？お前だから言ってんべよ、お前さっきから俺誰だと思ってんだお前。いやもう見るからにヤクザっていうかチンピラ。チンピラこの野郎、ね、お前。いや。俺はチンピラじゃねえ親分だよお前バカ野郎。あ、組長さんでしたか。ああ、それは失礼しました。お前よ、この辺でどんぐり組つったら有名なんだからね、お前。どんぐり組？ああ、聞いたことありますね、ちょっと。まあ、あのかい。はい。まあよ、ちょっと寒いからよ。なんか、口寂しいな。はい。お前、これったらヤニだろ、お前、バカ野郎、お前。失礼しました。ああ、ほら。お前若い衆の、お前クズ、俺の若い衆だったら聞き勝手で、お前ここ。あ、すいません、私そういう経験ちょっとないもんで。うん、あ、ちょっと風囲んでもらっていいですか？うん。ではちょっとむせてないですか？お前無所から出たばっかりなんだよ、お前バカ野郎。あ、出所してきたんですか？うん、おめでとうございます。昨日出たばっかりでよ。はい。うん、はい。まあ、昨日よ寝たったらてめえよ、お前ガチャ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 うるせえな、お前。ほら、すいません。では、はい、お前よ、はい、どこの会社だ？会社ですか？うん、お前やってんのか自分で？あ、自分はただの従業員です。あ、まあ、従業員か。お前社長の名前言ってみろ、お前。じゃあ、内藤豊です。あ、株式会社内藤豊の、うん、内藤豊さんが私の社長です。あの、あれが、これ。はい。え？はい。俺の先輩なんだよ。あ、そうなんですか？うん。なんだべ、なんか豊かちゃんのかい？はい。え？はい。なんだお前。ほんとそうならそうだ、お前言えや、お前。あ、じゃあ今日、社長に言っていいですかね？あなたがなんか結構すごんできて、仕事を邪魔したってこと。お前よ、豊かちゃんにバレたらやばいんだよ、お前、あの人。あ、うちの社長そんなにヤバいんですか？やべえよお前。あれよ、はい、これのよ、これもんだべお前、はい、え、あの人に逆らったらやべえんだからなお前。あの人昔格闘技してたの知ってっかお前？あ、知ってます、アウトサイダー。あ、知ってんのかお前。はい、え、はい、お前のこの社長すごいべな。まあそうですね、今丸くなってますけどね。だからこっちもね、はい、丸くなってんだ、はい、で酒に溺れてあまり現場にも来ないんですよ。そうなのかい？はい。あの人昔から酒すぎだもんな。はい。で、最低賃金しか払わないんですよ、給料。あいつこれねえからな。はい。やべえ、これねえんだよ、あれ。あれ、先輩ですよね。え？あなた後輩ですよね。俺後輩だ。まあ言うなよ、お前。はい。お前よ。はい。俺の周りよ。はい。あの人すぎじゃねえんだよ。ちょっと寒いんで、車乗りますか、一回。お前、何、あんのかい？はい、ダンプありますんで。あ、これかい？はい。これ乗っていいのか？はい。いや、寒いな。いやー、びっくりしましたよ、社長のお知り合いだったなんて。だべ、最初本当に怖い人が来たんでどうしようかと思いましたよ。あれよ、はい、中学校の時よ、はい、粉木じじいに出っから粉木粉木って言っちゃうんだよ。あ、そうなんですか。うん、あのバーが
そんなこと言っていいんですか。お前言うなよ、お前それお前取ってたお前、お前見せんじゃねえぞ。あ、はい。あの人知ってっか、性癖違うんだから人と。下じゃなくて、はい、上さバター塗って舐めてもらうんだから犬。結構言えますね。すげえ、お前知らねえんか、お前。今でもしてっからな。お前、あの人犬飼ってたべ。飼ってねえか今。ああ、わかんないっすね。家にいたことねえのかい。はい。でもなんか、うん、結構 YouTube やってますね、今。何 YouTube やってんのかい。はい。もう仕事ほったらかして、うん、YouTube ばっかりやってるんですよ。何あの人、そんな有名なのかい今。まあ、有名じゃないですかね。俺も昨日よ、はい、出てきたばっかりでよ。はい。5年半の刑期勤めてきたからよ。はい。うん。お、結構長かったですね。だよな、はい。だからよ。はい。あの人のことだよ。全然さっぱりわかんねえんだよ、最近のは。はい。昔の話だったらいっぱいできっと俺。ああ、なんかあります？もう一つぐらい。もう一つかい。はい。もう一つはよ。あの人よ。性癖の話したべさっき。はい。な？頭舐めてもらいながら、はい、自分で自行為してる。ここペロペロ舐めてる時に、はい。もう資料ダラ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 って垂らすらしいぞ。おお、それで興奮するんですね。だ、興奮するって言ったぞ。ああ、なるほど。だからスキンヘッドにしてるらしいぞ。はあ。今でもしてると俺も怖いが聞いたんだよな、どっかで。ああ。だから自分で犬飼ってんのと、はい。その辺の犬に舐めてもらいながら、はい。道路で自慰行為して捕まった話もしてたから。それ昔あったからね。ああ、なるほど。うん。だあの人もよ。あ、ちょっと待ってください。え？あ、社長から電話来ました。ちょっと出ていいですか。俺いいねことにしろ。じゃあ俺帰るかな。はい。帰る。いや、お知り合いなので。いいから。喋った方がいいんじゃないですか。関わりきくねえんだ。あんな若いと。じゃあな。はい。はい。